今日はどうもありがとうございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それでは熊本へ行きたいと思います。はい。そう、突如としていきなり YouTube コミュニティにこれあげましたよね。ちょっくら熊本まで行ってくって感じで。で、今回はこの動画の続きになります。まあ、どこ行ってたかは動画見たらわかるんで、よろしくお願いします。そしてここはパーキングですね。いやー、今日は暑かったです。小川で入れとかんと、もう結構山口に帰ってきてないんですよ。これはやばい。これもうやばいでしょ。ああ、もう山は出ますね。そうなんですよ。熊本県線状降水帯発生って前ニュース出てましたよね。で、この時にちょっと甚大な被害が出ていたということで、今回予告通り行かせていただきました。いや、各地で線状降水帯発生していて、もう秋田でもすごい被害が出てるじゃないですか。あと島根とか山口県とか広島とかですかね。まあそういうことでね、全然手が追いつかないんですけど、まあできることをやっていこうってことでね、やっていきます。まあ線状降水帯ってよく最近聞くじゃないですか。昔こんな名前じゃなかったですよね。あれなんか聞いたらゲリラ豪雨とかゲリラって使ったらダメなんじゃないかとか言って言われてましたね。いや、恐ろしいですよ、線状降水帯。熊村の時は確か35メーターぐらい上がってましたからね。大地の怒りを買ってしまったのか、いきなり雨が降ってしまいました。今ここまだ止んでる感じなんですけど、走行中にどてらい雨が降りましたよ。どてらい雨が。本州脱出の事項です。やっと九州上陸ですね。うわー、ちょっと釣れそうですね。めっちゃわかります、それ。昆布だらけ、昆布だらけ。うわー、美味しい。絶対美味しいの釣れそう。そして到着。着いたのは夜なんですけど、まあ朝撮りました。三浦屋温泉ビジネスホテルっていう、人吉ですね。熊本県の人吉で、矢上議員さん、矢上さんって方がですね、いつも災害復興支援の時に、まあ、泊まりにおいでとか言ってくださって、今回も泊めていただくことになりました。で、ここに、小川さん夫妻と、一番右の方が矢上さんです。本当にいつもありがとうございます。めちゃくちゃ助かってます。感謝します。そしてこの見晴らしがいいところなんですが、ここが球磨川ですね。これが前以前氾濫したんですよ。で、市内とかに水が流れ込んだりして、こちらに以前土砂かきに来させていただきました。なので人吉とのつながりができたって感じです。この川が氾濫すると恐ろしいですよね。いやー、普段穏やかなのに。崩れておる。
そうなんですよ。今回オープンセサミっていう場所に来させていただいたんですけど、まあ、こちらの方が知り合いの人で、土砂災害でね、なんか水が牧場の厩舎の方に流れ込んで、で馬とかですね、ロバとか可愛い動物がまあ危篤状態になってたみたいで、まあそれ聞いたんで手が足りないと思うんで来たって感じです。まあ久しぶりのセメン練りでしたね。これ動画ではもうカットしてますけど、まあ久しぶりのセメント手練りで応戦したんですけど、宮崎以来の肉体労働で偉かったです。っていうかここ日陰がないからめちゃめちゃ大変でしたよ。おかげさまで日に焼けました。いやー結構大変ですよこれ。今日はセメント塗りやってますか。また続きをやっていきます。ポケットにカメラ入れたら潰れちゃいそうなんで、まあ、ほどほどでセットしてやっていきますわ。うわかわいい。こっちがいいのな。うん、あらおかっぱさんやん。どこやお前、笠松で走ってたんか。どこで走ってたん。すげえ。もうな、まつげが一本長い長い。おじいさんでっか。こっちやで。うわ、大きいな。今日そばやな。この方や、この方。これサーブレットやな。この方が走っとるや、うん。でかいな。かわいいな、この子。ねえ。そうなんですよ。もうめちゃくちゃ暑かったんですけど、小川さんもバルイバルスコップでコンクリート塗ってましたね。で、いろんな人が現場で楽しんでワイワイやりながらやってると思いきや、半端ない灼熱で誰一人と喋ってなかったですね。あ、喋ってたんですけど、方言でわからなかったです。で、これが道をコンクリートセメン打って綺麗になりました。で最後にパシャリと撮りました。いやーよくこれ終わったなと思いましたよ本当に。この子たちもなんか元気そうでしたね。可愛らしいですね馬は。なんかあの大きい馬は、あ、この子はボスです。なんかドイツ製の馬らしいですね。ドイツ産の。上にもいるわ。ここから上に結構ずっといるらしいです。あ、そうなの。こっちは 女の子ばっかり。上がまた女の子だけ。えで下上がまた男の子がいて、一応上に男の子が見て。なんでこっちの子と。すごい大きいですよね。ここはなんか馬の余生を過ごさせるとこみたいですね。いやー結構人間の勝手都合で競技が終わって役目が終えたら安楽死させられちゃったりとかするじゃないですか。それは許さんってことで、ここのオーナーさんが完全なボランティアとしてここを運営していってるって感じです。いや動物を虐待したり殺めたりするのは自分も良くないと思うんで、まあここで救われるなら素晴らしいことだと思います。こんな優雅な雄大な、
どうもこんにちは。おはようございます。よっしゃ、ありがとうございました。益城方面ですね。益城方面流れてる気がするんですね。およそ300m先、もう先に現場の人が入られてたみたいで、まあ、これ以上は今回は行けませんでした。なかなか情報収集って難しいんですよ。なので今回はここは諦めました。申し訳ないです。これですわ。まあいたってことやかと思います。橋に来たとかって出るんですよ。うん、ここは上がってないんだもんね。でも、どうしたみたいな、他の乗り目が崩れたかもかも。こちらも田んぼが水没したみたいです。うわ、やば、これやばい。この人腰の低い人やったけどね。え、はい、ということで久留米市の社協さんは後日募集されるようです。というわけで、また支援物資はまた募集されると、ボランティアも募集されると。なんかこう、コントカットになるのかな、川の、斜めに。全部こうやってやってる。あ、いいんですよ。全然いいです。全然 OK です。とりあえずこの河川の、これが、ね、増水車ってすごいですね。およそ 400m 先、ああいう対応されるとまた来なあかんなっていう気持ちが高まるな。うんですね。めちゃめちゃ暑いですわ。暑い。でここであの海鮮丼のセットが、山口県側やったらむっちゃ美味しいのがあります。たぶんあっち行っちゃいます。あれもあっちや、うん。でね、これ短いですよね、こうなると大橋で。明石海峡の方が広いです。長いです。長いです。